丸山義介から1922年10月11日は、日本の武士、実業家、政治家である。母親戦争を戦った後、土木受け負い業を営む、実業家となり、姫路において、各種事業に関わる。姫路市商業会会長、衆議院、議員一期、合津半々市の丸山家に次男として生まれる。父は、丸山玄斎。日清館に学び、 アイズ戦争では、アイズ若松城に籠城して戦った。池上三郎や南進は戦友である。戦後に上京し、並松なのり門下となった後、北海道で開拓に従事する。ここで島田組幹部、大見は長兵衛に知られ、その起境に従って同社に入社したものの、ほどなく同社は倒産し、苦渋の時代が続いた。土木請負事業を志していた丸山にとって、天気は、 山陽鉄道議官となっていた南進との再会であった。丸山は山陽鉄道の土木工事受け置いを契機に万丹鉄道、南海鉄道、半角鉄道の土木工事を成功させた。事業は関西方面にとどまらず、北海道でも関村鉄道の土木工事を受け負っている。丸山は1892年から姫路に居住した。日露戦争において、 留ルース大従師団長を務めた柴野義弘は大塚竹見に性格事業を進める。この背景には、姫路がかつて川細工の産地であったこと、捕虜に性格技術に通じたものがいたこと、日本製文化の品質に問題があったことなどが挙げられる。丸山はこの事業を引き受け、捕虜を雇い入れて、姫路性格書を開いた。性格書は、日英博覧解明予金敗。 世界博覧開催交渉を受賞するなど高品質な革製品を生み出した。伊藤長次郎、川西清兵などの出資を受けて事業規模を拡大し、当初の性格書は山陽比較となり、川西が社長に就任し、丸山は常務として経営に当たった。この田張間水力電機山陽水力電機姫路海産物青物の停止場。 姫路信用組合の設立に携わり、姫路倉庫、姫路米国取引所などの役員を務める。1911年には姫路商業会を設立し、会長に就任した。1906年に姫路市会議員となり、ついで兵庫県会議員に選出される。丸山の所属政党は立憲国民党で、投票後県支部幹事のほか、軍部回復議長、 同議長を歴任した。1915年の総選挙に、姫路市から立候補し、長田州東、砂川武春を破って当選。帝国議会では、生産委員、特産法制定委員であった。第37回帝国議会では、こういうクラブの結成に加わり、常任幹事を務める。君4党の助君を受けているが、これは、 第一次世界大戦での貢献を認められたためである。丸山は、ゆかりの地の更新育成に資材を投じている。姫路高等女学校、姫路商業の創立にあたっては、当局と接触を行い、開校に貢献。また、土地、金品を寄付している。藍津会会員、地消会さ助員でもあり、丸山の援助で大学を卒業した、同居人もいた。 人事更新録では、丸山玄明、護衛隊に属した、高木森之助の合津老城中護衛隊機には、隊員として、池上三郎、丸山千代吉の名がある。留守第十師団参謀長、小原正常によれば、この捕虜は、戦後も日本に泊まっている。大阪弁護士会会長などを務めた、弁護士。姫路百進氏では、こういうクラブとなっているが、同団体は、 貴族院の会派であり、結成時期も整合しない。ありがとうございます。